バカラプロってこと？じゃあ俺もカウンティングしようかしら。残ってるカードがわかる。大富豪でも使ったカードを記憶していたら勝てるやろ。あれがカウンティングよ。そう。クラブハウスだーって。最後の戦いが今始まる。2回目。もう一本飲もう。もうでもあれだよな、惜しい自慢のオリオンビールでも飲むか。ほらどうせ天然で冷えとるし。かー、弱いひもさん、俺のために負けてくれるんだね。ブリーチ金髪になってる。あ、でもこっちは結構綺麗やな。おい、来ました。これ三校まで見えてきた。絶対に許さん、イノシカ町。はい、3校来た。これ、あ、これはまあ思考もあるぞ俺。こいこいじゃ、待てよ。キリか、キリ残しとけ。あの、あ、キリ来い、キリ。いっぱいでもええど、いっぱいでも最後まで残せ。聞く、お、来たが思考。思考のマダン、トゥ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 、16点である。かっこえ、思考やば。もう勝ちだろこれ、ほとんど。そしてこのクソボロハイパイである。ジャベリンレイン、カスしよう。こんな何もこんことある？ボロすぎー。やり返されそう。雨入り思考ですか？いやマジで。マスキリも、マスキリもやられる。雨入り思考だけは、そうすればならん。やばい。嘘やん。桜取られたら死んじゃう。待てって、これマジでボロすぎんか俺。ひどい。絶対いっぱい持っとるやんで、これ。お、種じゃん。こうなったらやばい。これ捨てたら絶対いっぱい取られる。あー、絶対持っとるって。あ、もう、いや違う、やった、ラッキーだ。そし、種。使う、松も回避。うぅ、トゥ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 。
種来たこれ。もう許さんで。ほぼ勝ちが確定した瞬間。優しすぎる。知らん知らん。もうこんなん捨ててええが。取られたところでやし。ええぞ、キック取っても。もう俺の価値は揺るがんのだから。ヨアヒムさんって。天柱上がります。うっとっとっとやったっ。せこい、何が何がせこいんとなあ。大人げない、何が勝負の世界ぞなあ。楽器の遊びじゃないんやぞこれ。わかるか。怖夏休みキッズか。ありがとうございました。これミーヤ潔いヨアヒムさんのこの言葉を。そういうところだぞ。あっす、バレた。せっこー、せこすぎ笑った。まあさっきに打ってほしかったやな俺に。俺はわからんじゃろう。林すっきりそうですな。ゲロではまあわからんじゃろう。この感覚。ゲロひよった。よしよし、あれ届かんの。パターでは届かん距離じゃ。なんで俺は届かないんだよ。しゃあないわこれ。つら。ベストやなこれ。フルマックスベスト。フルマックスなあ。風おい、それ届かんぞマジで。パターじゃ、パターじゃ無理ぞ。くぬぬくそが。まあええわ、向こうからやろ。バレんかったらええんよ。あーこれはきついぞ。4メートルの風が見れるのがでかい。みんなもちょい上。ああ、まあそうなりますわな。うん。こうよ、こう。こうあるべきだろ。ということはもうこんぐらいやな。これつけとってもええわ。これぐらいはいくで、これ。おお、いくで。ふっ。耐えろ!でかした、俺。頑張った。わいし。あとはねじ込むだけよ。気持ちよく。はい。あっす。ワイはバーディー。バーディー。いい勝負。
それは志がちょっと低いんじゃないですかね。いや、いかんな。あくまで敵に撃たす。二打目は。てて。てて。やめたいやろな。てて。違うだろう。あいかもう。そう、最初からそうするべきだったろ。どう考えても。ワイもそうするで。こうあるべきだろう。やめないの偉い。そう。こうあるべきだから。いやいや ちょっとかわいそうになってきたぞ俺は。まあこうなんだよな、やっぱりプロは。プロは仕留めるからな。もうやめろおい、ゲロさん吐くって。やっぱあれだったんだわ。辛いじゃろう。ここで本物見せてやりますよ俺が。色も治ったことやし。絶対に勝つという気持ち。くっそ、来やがったか。攻めるね。シロー。ワンヒットツーブロー。まだわからんやろこれ。わかんのか。いや絶対わからんはずだ。まだ。ツーヒットツーブロー。あ、モルタで駆動。俺もうわかりました。俺逆なだけですわ。これやろうな。うん、これよ。お、絶対だわ。
テンパーじゃん。やったぜ。やったーって。もう一回やってもええで。ディフェンディングチャンピオン。タメロン。ワンヒットゼロブロー。おーって。ゼロヒットゼロブロー。お、もうやるんか。ちょ、やめろや、バカが。ワンヒット、ワンブロー。ということは、青、緑、黄色、紫ですわ。ゼロヒット、スリーブロー。やばい。もうぼちぼちか。バレた。いや、まだ分からんやろこれ。うんぶてんぶや、これはまだ。ここで食う。ゼロヒット。あ、もうこれもらいましたわ。青はここが確定したわけや。青がで、緑はここなんですな。ということは、白と白とあれやけん 50% か。いや、これ 50% やろ、もうもはや。えい、行ったれ行ったれ、うんぶてんぶ。ああ、最悪や。これ。終わった。うんぶてんぶが外れた。逆だ、逆なだけやった、これ。終了ですわ。本当ええんか、それで合ってると思っとんか、俺のが。ん、疑心暗鬼か。本当に合ってるんですか、それ。青と緑、俺やで。はい、やれっちゅうねん、もう。おい、ビビっとんか。本当に合っとんか、これってなっとんか。これで外しとったら恥ずかしいことになるぞ、お前。やっぱ合っとるやねえか。くそ。50% 外しただけやねえか、俺。あっ！養分、うっとうしい。いいか、もう、なんか最終戦でやらんと気が済まんなった、今ので。俺は負けてなかった今の。ただ 50% を外しただけや。実力で負けたわけじゃない。すん、ゼロヒット、ゼロブロー。本当やったらよ、今のはマジで。なんで俺こんな何もないん。やばい、色が分かってしまった。ゼロヒット、ツーブロー。もうやっちゃおうかな、鬱陶しいけん。もうエスか、自分やっちゃって。取りに行ってエスかこいつ。
もうでも分からんのじゃないか、これはまだ。さすがに。これ一撃で決めるんはまあまあむずいのでは。逆に当てんすぎてまあまあきつなったかも、これ。ほら来た、もう勝ったやろ。ちょ待てよ、赤は多分あったよなこれで。で違う、ちょっと待てよ。ということはここがあっとんか。いや違うやろ、ちょっと待てよこれ。いやあっとんじゃないんか赤は。いやこれ、いや違うわ、ちょっと待て、やばい、ちょい、いやあっとるわこれ。いや、ちゃうわ。あ、ちょ待って、やばい、おい、ちょ待って、おい、わ、わあなんでこれ、ちょ、どうなったん、これ。あ、そういうことか。なんでこれが出てこんのどう。どうばり、もう、はよせえちゅうねん、もう、ええけん。藤井先生、鬱陶しいです。カメロンうざいねん、ほんと。はい、開けろや。まあ、やるど、ほんと。もうええけ、わかったわかった、俺の勝ちやけん、もう開けろっちゅうねん。くっそ、なんでどうしてこんなことに。もういかんってこれ、ほんとパニックになるん。悔しい、超悔しいんですけど。となるともうあれだよね、大富豪だよね。ちょ待てよ、ちょっとあのあれ取ってくるわ、キンキンに冷えたやつ取ってきて設置してくる。あー、いったー。あドラフト。オリオンビール。本当にありがとうございます。っていうかもう湯たんぽがないとね、俺もう寝れんくなったんだな。大富豪入りたいってバード精神。なんかバード精神って入ってこんのよな、なぜか。キッズかな。湯たんぽ熱すぎ問題、そんなことはない、気持ちいいぐらい。
うんうん、よきよ、それでいい。やっこちゃん、やっこちゃん、すずめさん、やっこちゃん、やっこちゃん、何やってんの。新ホギはボーに切らさないで。やっこちゃん、えらい。こいつやめろや、お前が1位取ったら遠いだろうが。立ち切り関西役や。もうお前らジョーカー持ってったら切れよ。ほらお前素人か。口だけが達者である、このハゲ。なんなんとその出し方、もう。なんなんとこいつ、お前コンピューターか。は？ガチキッズ。なんだなんだ、おい、シンフォニアボー、こいつら駆逐するぞ、もう俺らで。え、2位あるん、まさか。まだあったっけ、もうないじゃろ、全部出たちゃうん。あっちょい革命して、シンフォニアボー、俺を引き上げろ。カウンティングしろよ。おい、シンフォニアボーお前分かったやろな。俺の引き上げんととんでもないことが起こるぞ。ああもう最悪、革命できとったのに。これもう最悪ですやん。え？なんだこれ、もうどっち近すぎるやろ。お前これ革命してもしゃあないの、こんなん。革命か。立ち切り。ええと。革命。えらい。それを待っていた。そういう知らせを待っていた。俺はでもなんかそうでもないよな。俺さすが分かっとら、シンフォニアボーは偉い。立ち切り。でもなんか切れんくね俺、これこれである。おい、
これやばいな、ちょっと。3使わせたのでかい。なんでこいつ42とかもっとやばい、絶対負けられんぞ。綺麗やな。なんなんだこいつ、もうやめろや。お2位のやつがなんであんな持っとんの、おかしいやろ。おいやめろ、格上までしてもろて負けるんとか、屈辱の極み。6だ。なんでなんと、おい新本屋もう一回やれよって頼むけん。よっぽどボロい、よっぽどボロい時に、こういう時にしろと俺は言いたい。さっきのは微妙、もう一回して。これはボロいけん、マジでむごいぐらい。現状員すらボロい。まあやれよマジで、今日やらんでいつやる、やらんかったらやるぞ。ジョーカーまで持っとってやらんかったら分かっとるんじゃろうな。なんでこんなんよこしてくるんだバカが。いらんちゅうねん。もうみんななんかしてくるんじゃないっていう感じになっとるな。もうエンド、そろそろ動いてエンド。やれやるんだ。やれ、入って。お前分かっとんやろな、やらんかったら俺がもう浮上できんっていうことを。俺はお前に革命しろとは言ってないんよ。ただ分かるよね、大人やったら。最後の切り抜けで構わんのやけん。お前たんまり持っとるやろ、別に何も俺はトップを取ろうって気持ちは一切さらさらございません。そろそろいいんだぞ、やっても。じらすな。おい、やめろよ、ジョーカーで切るとか。は？このバカ何しょんど、やられろ。おい、進め、やれ。落とせ、こいつをもう。やってやれ、進め。進め三半になった俺今。いいぞ。進めさん、ざま。速攻手のひらを返す。クソ野郎。で、しかもさらにちょっと一個でもあげようと頑張る俺は。もう許さんけんの、あの、大貧民。まあ今までようもやってくれたの。
ス。あ、もう無理っすわ。あ、ええわ、1枚だけだったらワンチャン下克上もあるぞ俺。よし、来た、時は来た、下克上チャンス。素人来た、完全に素人の。八切り。もうどうせ終わりやろうか、お前はそこまでで。ねばいなぁ、なんだこれ、どういう意図ぞ。出せねえ。なんだこいつ持っとんか。なかなか厳しいな。やってるで。パス。まだええわ。どっかで切りどこはあるはず。ここか。ここやな。ね、まだ2あるん。でももう俺もカウンティングしとるけんの、もう2はない。これでつまり俺の2は最上級。うん、マジか。こいつらまあまあ強かったやな。さてどうするか。そろそろ俺もやらないかんところなんだが、ここは切るか一旦。八切りで牽制球の球通。あー、もうないな、こりゃあった。まああったところでやけどな。よしよし、八切り。よし、これで最後に警告状をかまして終了じゃ。警告状チャンス、最後に1回の。ジョーカーあったら俺は警告状するぞ。ないか。来た。ちょっと考えたな。で、八切りは刺さん、絶対にだ。
パス。パス。2をできるだけ出さそう。こいつは2出してくるけん絶対。よしよし、まず1枚パス。カウンティングしていくぞ。厳しいね。いいそうと思っとるけんなこいつ、おそらく。ここでもう一枚出さす。お、なんだよ。いやこいつな、こいつ2、3枚持ってる可能性もあるんよな、普通に。それやったらな、もうこれ3出してな、8で切って3、2で終わらすんが一番ベストやと思うんやが、いけいけ、もう、あ、間違えた。あー終わった。しまった。しかも黒さん残ってるから畜生。ああマジかよ。いやもう無理よこいつに持っとるもん。お、黒さんあるよな絶対、誰か持っとるよな。でももうやるしかないよね。あら黒さんって出とったっけ。立ち切り。あらら下克上。知らんのじゃないまさか。黒さん出てないよな今回。立ち切り。やっこちゃんか。あれ。あえて出さなかった。あ、なるほど。賢い。忖度。忖度じゃないって。エンバーを変えて台風を許せろ。バード星人が来るかも。本当に来れんのか。最後の最後で優勝したんだわ。いや入れないじゃないですか。犬が2匹来た。ほんと、もうなんで俺いつもこんな言われたん、いつもボロいん。無くない、ちょっとほらもう絶対無理ですやん。
最下位やるな。もう最下位やん、こんなん普通に。むごいわい。最下位回避って言っても、もうケツにあれがあるけん無理よ。ああ痛い、もう腰が痛なってきた。イライラしたらダメやね、やっぱ人間。はい、はい、パスパス。もうこうなったらヨアヒムさんの大富豪にかけよう、あの革命に。俺はもう応援するで、おしぼりさんを。はちぎり。はちぎり。うまいね。パス。おしぼりさんが強すぎたって感じがするけんな。これまだ俺にも目あるで。パス。よ、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 よ。もう。よりもい。ここな。ほらもう起死回生のとこ切ったはずやけん、なんでお前がそれ持っとんやって。なんなんだよ。パス。勝負がけしたはずやのに気がついたら負けてたんだ俺は。何言ってるかわからねえと思うがって。俺も何されたかわからなかった。しかも相当貯められるんだ。キッズに。パス。パス。ボロいって。もう。しかし起爆剤もある模様。俺には。おしぼりさん。それはもう革命する気がないという一生字でよろしいか。どう思ったいの。しかも黒さんが死んだんだが。つまらん。ああつまんね。キッズもええとこやろこんなん。どうするんこの黒さん。俺こんなん1000でも勝てるんやでっていう現れか。立ち切り。しかもそんな強いん残してまあ。立ち切り。一個ずつ上げていこう。パス。パス。ワンチャンス。ワンチャン来た。じゃあこう。きれい。ふっ。なんてあんの。出せってじゃあ。しかし、俺にはまだワンチャンスがある。はい。
はいはい、終わり終わり、すまんね、終了終了、やれやれ、もうええけん、もう何でも勝てるけん、やれって。八切り、カウンティングしとけって俺も、もうないと思ったんやけどな。もういいやん、ちょっと放置してや、ちょっとは。なんでちょっと出そうとするんこいつらは。もうその根性が気に入らん俺は。底辺のタームレですやん、ただの。それすら許さんのはいかがなもんかと思うわけですわ僕は。気持ちが大貧民なんや。わあ、マジで。もうおしぼりには逆らわん俺は。こいつは強い。まず勝てない。今は。反抗するだけ無駄や。大富豪だと。底辺の反逆をも許さんとか言う。俺はアリの反逆も許さん。八切り。まだあるんじゃないかこれ俺。今日は意外とあったんじゃないか。立ち切り。あまりにも強すぎたか、おしぼりが。お前キルだよこれ。エースの3とかないじゃろ、頼むで。やったー、嬉しい、これはでかい。絶対許さんからな、警告状チャンスやったるわ。お前大貧民から、お前革命もなしてお前富豪まで上がったっつったらお前やるで俺も。もうジョーカー来たら見とけよ。合成媒式目やったるわ俺が、令和の。ここでの符号はでかい。そう、ヨアヒムさん、おーおー来たかこれ、俺に流れが。これは来た、時は来た。おしぼるも冷えとるやろうな、こりゃ。おう、生半可なことしとったらやるど。こっちも、やる準備はできとるけんの。惜しげもなく、ふんだんに使っていく。ほれ、もう出してみるわ、ニーツ。あ、もうこれ諦めてますわ。さあやるでーって。もうちょやめよう。立ち切り。しかもヨアヒムさんを引き上げるという。
7角ないない、ジョーカー込みのあれなんかないけん、無理無理できねえから。返せん返せん、もう悟ったけん俺は。ヨアヒムさん、あとはもう圧制しいて終了よ。でも実はヨアヒムさんの方が強いんか。逆にやらん方が良かった。立ち切り。いやもう大丈夫大丈夫、もう俺の時代やけん。ラウンド5はもう圧制して終了よ。なぜヨアヒムさん諦めたんですか。あ、違うんか、3強なっとんか。ああ、なんだなんだ、つまらん、もう終わりじゃないか。ちょっと微妙やな。パス。ええー、どええー、ど、何もでもやってくれ、許してやる。おお、カウンティングやな。この最後の2をここで使うとは。あかんのやって、その2で来るんは。今俺にそれをやってくるんはダメなんですって。2はやめって。やめって。まあでもどっかで切れるやろ、さすがに。ずっと2なんか出んから。そろそろ切れる頃か。あるんかよ、こいつやばいな、マジで。どうしっかな、もう切ったろか。いや、しかし今切るんはまだ早い。時期尚早。これやな、もうこれは切れじゃん。今のそれは許されん、許されざることや。残念ながら。ああもうそれが最後の手札やったやな、君の。おバカ、やめろや。あのションド、おお、お前何しよんや、こら。お前は、やらない。ダメですよ。立ち切り。うむ。危なー、8切りやったか。やっぱ危なかったな。あそこは切って正解だった、やはり。切り、逃げ切った、そう。見切ったり。もう一回、もう、うわ、入れるんか、本当に。ちょっと待とか。なんか、バード精神は、違うとこ入りよるけん。タイミングを揃えよう。じゃあ、行きまーす。
で5秒待つ、3、4、5。これは何なん、シンフォギア4なんこれ。転生してきたんこいつ。そろそろ気持ちよく、なんかしょっぱなに勝てるハイパイ来いやな。なんでこんなこんの俺。シンクリかこれ。あ、入れん。かわいそうになってきたぞ俺、ちょっとファード精神が。みんなボロそうやなこれ。そういう知らせを待っていた。なんなんだこいつ、最悪やろほんと。なんで2、3枚とか持っとんの普通で。ラツくわほんと。しかもジョーカー出てないんよな。えぐいことになったか、これ。それだ。スペード3返し。それを待っていたんだよ。ワイは。釣れた釣れた。あとあのクリボーを斬殺するだけよ。でも Y 的にはジョーカー来たら一変に変わることも考えて、ここはあえて銃をそっと忍ばせる。よし来た。ほらもう行けか、もう今行けか。いやいや、でも切れるかどうかなんかもうわからん。クリボーをやるためにはもうやるしかない。立ち切り。あのクソクリボーがこれで死ぬんなら本望じゃ俺も。革命。
おう、クソクリ出せるんかおい。ワニいっぱい持ってるだろ。あ、つらがっとる。まあ俺もまあまあきついんだが。待ち切れるか。いやーまあまあきついな。パス。もうクソクリボーが落ちることはもう確定しとるけんな。あとはトップフェアになれるかどうかの瀬戸際や。抵抗か2か2出すんか。あー辛いの。ゴビと貸した気分はどうかね。おいやめろ。パス。おい、なんなんとこいつ、ちょ待てや。嘘じゃろ。あ、クソクリボー最悪。何やってるお前ら。ふざけんなよ。で、お前ら。これじゃバカみたいじゃないですか、僕が。パス。やばい。あ、勝ったわ。さすがに勝ったわ。いや、危なかったで。野放しすぎじゃろって。いや、屈辱やなぁ。2、3枚ゴミにしたのに。まあ、ええわ。まだ俺の追跡は逃れれんど。俺は富豪だからな。そろそろ連来るやろ。微妙やなぁ。これは微妙やなぁ。いや、でも悪くはないなぁ。ちょっと待てよ。これ考えろ。とりあえず切るか。切れんの。これしかし厳しいじゃねえか。権利がもらえない。そうなんよな。いかんな。これちょっと厳しいな。階段革命ないんよこれ。
かで切るしかないの俺。パス。もう来たんかよスパート、クソ。はあ、クソが。しかもジョーカーまで持っ、クロサンまで持っとるけんの。最悪やで、こいつ。しまったか。パス。あ、でももう勝ちか。どうにかあのクリボーやらんと気が済まんぞ。もうちょいな。さすがに2が2枚は欲しいわ。俺も。あと1、3枚とか。頼む、来てくれ。なんすかこれ、ちょっと。ボロッボロッ。まあそれでもやな。なんでかな、なんでこんな上がるかな、マジで。ボウが切ってくるんよ。んだら俺に回ってこんのよ。よっしゃ、来た。ええぞ、講師。えらい。なんでこいつらこんなのあるん？2が。それやってくるぞ、もう。俺、ボウも。パスるな。これもう2ないんちゃうか、こいつら。立ち切りは？え？なんか死んだんだが気がついたら死んでたんだが。俺が取るはずやったのに。なんか死んだ。いや、これえぐいで。流れ次第。
可能性の獣。パス。パス。これは相当強いな、宝石が。これはあれはしょうがない。一通。革命。八切り。よし、これ出せたわ。でかい。シンクリさんとか出しよったし、こいつもないし。八切り。こいつ2とか持っとるけんな。おさらに俺にでかいぞ、今の3通が出たんは。パス。パス。嘘じゃろ。なぜ？なんでお前そんなの持ってたしって思ったし、あろう。ワッツ！よんな。残念でした。転ばぬ先の杖よ。ざま。ギリギリの戦いだった。くぅ、万年に。ミスターナンバー2。あい、もうやめだやめだ、もう勝てん。もう一回、もうダメだ。これ以上は待てん。俺も、俺はヨットをする。もう最後の戦いなんよ。挑戦者求む。惚れたじゃねえか、バード星人。来たじゃねえか。負けんぞ。はっ。もう両面じゃ。はっ。よし。ポ。幸先よし。だって、バード精神やってるで。あんた、それおかんでもええやで。ビーストに行ったらええやで。よく押して。かわいい。分かってない。左や、左、左押すんや。ずっと左に持ってくんや。もっと、そうそうだ、それでビーストに持っていって A 押すんや。 OK。 トレイ。チュートリアル。堅実だね。このでかい数を置くっていうのはヨットの基本戦略。
ルハウス狙いか。あ、これはチョイスかな。チョイスじゃろう。はっ、チョイス。うお、つらい。4かな。5はもったいないぞ。今のはちょっとバード精神出たんじゃないか。ヨットの何たるかが。5って結構重要だからよ。俺ヨットマスターだから。うっ、やりおるって。いかにボナを取るかどうかの勝負って。このゲームは。あっす。いかん、余裕ない。でも全部3つ以上出しとったらボーナスは手に入るから。それは強欲だろう。ちょっとどちらか一つの線といかん。それかユスストを狙うか。もう方向転換の。持ってるんだよな、俺って。圧勝だろ、こんなの。せこい、せこくない。それはもう S スト取っとったらええで。寄ってくるんじゃ、足には寄っとがって。引きたくなくても。さらに上澄み。ほら、久しぶりに200点いくか。まだそもそもおぼつかんバードを怒って楽しいんか。いや、俺はバード聖者やると思っとるけんこそ今潰しとかないかんのよ。わかるか。バード精神は、な、下克上を狙ってくる男やけん。今やらんといかんのよ。そう、いずれ刺されるけん。最初に、格付けっていうもんを、やっとかないかんのや。一番危険なのはバード。しんどいな。一応6だけ入れとくか。こんなんエースでいいんすわ。
ボロい時は US で潰したらいいんや。ヨット狙いしかないんじゃないですか。やめろよせ。やめれーって。ほう、肉薄してきよる。ヨット出されたら死ぬな。しかし俺もちょっと4と6か。おいおい、ちょっとしんどいぞ。4と6でなんとかするか。もうデュースを潰そう。しかしバード星人、それはもうヨット狙いしかないぞ。いいんか。お前はデュースとかトレーとかフォーを取らんといかんはずやぞ。あくまでヨット狙いですか。男ならでかくよ。まあそうなんかもしれんが、まあ俺はもうあとはあれだわ、6と4を集めるだけの簡単な作業よ。もうボナもないやろしな。ほらほら、来た来た、これボナあるぞ俺は。いやむしろ放題っすかここ。ぶち込んだ。いや待って、6でボナ取る方がええ。ここは放題っすなどいらん。4の3やろ ?4 の3でんやろ。おお、余裕じゃ、これもう。ワルタで駆動。最悪4ダイスは潰せるしな。はあ！はっ！うん、足りんね。これヨットされたら負けるけんな俺。よせ、やめろ。最後の最後まで起爆剤を残すんじゃないよ。相当乱数調整してくるんだが。おおまあ。あるからな、やめろって。でも俺はボナがあるんやぞ。そもそもやったとて俺はほぼ3つ出せばいいだけ。あぶねえ、かすりやがる。いやそこはヨット残しじゃろ、まだあと1回あるのだから。しかーしって、それすら許さん。俺はもうボナ取ったら絶対もうまくれん。ほら来た、ヨットしたとてまくれん。これが俺の最後のあれだって。ボナフン、これぞ。見たか、こういうところだぞって。しかし最後にヨットをしてみるのも一興じゃないかね。フォーダイスまであったか。ありがとうございました。血じゃないって。あー疲れた。はあどうしよう、マジで有馬記念。負けちゃった。
いや、しも光るもんはあったと思うよ。有馬は負けないって。みんなで有馬記念頑張りましょう。暮れのグランプリ。それでは俺は寝て、起きたら行ってくるわ。ニコ。カマン。新エヴァで 100K 勝ちしてきますわ。じゃあ俺はオキドキゴールドで 200K 買ってきますわ。クリボーさん、もしを大事にしよう。とりあえず寝たら治るっしょ。そいではお疲れ様でした。みんなでうまい酒飲みましょうや。有馬記念買って、やけん俺と一緒にたけし応援しよう。じゃあチャオです。